10年前の稲妻ジャパンの世界制覇。それによってサッカー人気は高まり、サッカーでの強さが社会的地位まで決めるようになる。実力のない学校は経営が立ち行かなくなり、人々に喜びをもたらすはずのサッカーは社会に大きな影を落とす存在となってしまった。そんな事態に対応するため、サッカー管理組織フィフスセクターが誕生した。サッカーは皆平等に愛されるべきであり、その価値ある勝利も平等に分け与えられるべきである。この少年サッカー法第5条を守ることが我々フィフスセクターの存在意義だ。サッカーは今世界の頂点にある。1年だ。憧れのサッカー部に入れたのは良かったけど、少年サッカーは大変なことになっていたんだ。サッカー部俺が潰す。お願いです、キャプテン。サッカーを諦めないでください。今の中学サッカー界はフィフスセクターに試合の勝ち負けまで管理されてしまっている。俺は嫌だ。このまま負けるなんて絶対に嫌だ。サッカーを救うはずのフィフスセクターがサッカーを愛する人たち全てを苦しめていたんだ。でもそこから俺たちの本当のサッカーを取り戻す戦いが始まったんだ。だんだんと大きくなって、
少しずつだけど変わっていったんだ。それなのに。みんなすまない、俺はライモンを出ていく。なんでですか、遠藤監督。勝負の行方を決めていいのは勝利の女神ただ一人だ。勝利の女神が微笑んでくれるその日まで俺たちは戦って、きっとサッカーを取り戻してみせます。どういうことですか、金山理事長。今言った通りですが。おはようございます、天馬。遅いぞ。すみません、三国先輩、どうしたんです。木道監督と君たちには今日この瞬間から強化合宿を兼ねた遠征に出てもらいます。遠征？待ってください、今はホーリーロードの真っ最中なんですよ。なぜここで遠征なんですか。これはフィフスセクターからの指示です。あなたたちが歯向かうからですよ。嫌がらせってわけか、こんな時に。なんか嫌な感じっすね、天城さん。何考えてるんだと。無茶ですよ。革命もここまでかも。シンド、嫌な予感がしないか。あ、確かに。それでどこへ行けと言うんですか。行けばわかります。それでは納得できません。どうかした、剣君。何か心当たりでも。いや、気に入らんの。兄さん、こんなの行く必要ありませんよ、機動監督。おお、そうですか。知りたくないのですか、元監督の遠藤君がどうしているか。何？遠藤監督？その合宿に行けば遠藤監督がいるということですか。彼は我々の手伝いをしてくれています。そんなバカな。遠藤、キド、俺はライモンの監督を降りる。代わりに監督を引き受けてほしいんだ。何を言っているんだ遠藤。今ライモンを任せられるのはお前しかいない。頼む、キド。そんなはずないです。そんなこと絶対ありません。申し訳ありませんが、お断り。行ってみませんか、機動監督。遠藤監督は何か奴らの企みに気づいて行動に出たんじゃないですか。だとしたら俺は黙っていられません。キャプテン。よし、わかった。天馬。うん。皆さん大丈夫ですかね。中華罠だよな、ぶっちゃけ。お前たちは残ってくれ。え、今やライモンは反フィフスセクター勢力の中心的存在だ。全員がここを離れるわけにはいかない。シンド、気をつけろよ。あ、今は信じるしかないな。そうですね。汚いと思いませんか。遠藤監督の名前を出せばみんな行かないわけがないですよ。
でも本当に監督いるのかな。面白いじゃん。あえて敵の懐に入るってことだよな。しんすけ寝ちゃったの？ あれなんか眠い。気づいたか、天馬。キャプテン、どこなんですか、ここ。わからない。天馬、大丈夫だった？しんすけ。いつの間にか眠っちまったらしいな。それも熟睡ぜよ。ここが合宿場？何もないよね。みんな、揃ってるか？あれ、葵たちは？おお、機動監督や緑さんや茜さん。葵ちゃん、おとなし先生もいませんよ。おそらく機動監督たちは奴らの手の中だ。どうした剣？これは、ここは通称ゴッドエデン、神の楽園という名を持った地獄だ。知ってるのか剣？ああ、シードを生み出すための訓練施設がある孤島だ。孤島だって？剣、知っていることを全部話してくれ。俺がここにいたのはわずかな期間。聖帝石戸修士の勅命ですぐに俺は島を出ることになって、詳しいことはわからない。ただ一つだけ言えることは、この島で行われている特訓は尋常じゃない。シードになった者たちはこの島に来ることを恐れている。この島だけは特別なんだ。そんな危険な島で機動監督たちも捕らえられて、俺たちは完全に孤立したということか。そんな。お前たちは何者だ？ほう、それが教官に対する口の利き方ですか。聖祝礼。ようこそ究極を生み出す島、神の特訓場ゴッドエデンへ。私は騎馬山、この訓練場を預かる者だ。機動監督や音無先生、他のみんなをどこへやった？我々が欲しいのは選手のみ。何？この合宿で君たちが目指すものはフィフスセクターの専属選手シードだ。ホーリーロードでの活躍見せてもらった。なかなかのものだ。しかし残念なことに、君たちは少年サッカー法第5条に背き続けている。よって君たちには我々フィフスセクターによる教育を施すことが決定された。誰がお前たちの手先になるものか。犯行は認めない。あれは？彼らは究極の輝きを放つ者、アンリミテッドシャイニング。君たちにはこれより彼らと試合をしてもらう。君たちがライモンイレブンか。会えて嬉しいよ。俺がキャプテンの白龍だ。あいつ、剣、ここから逃げ出した奴がのこのこ戻ってきたとはな。俺は命令に従っただけだ。剣、知ってるの？まあいい。今のお前と俺では次元が違う。思い知るがどうする。ここは俺たちだけで受けて立つしかない。絶対お前たちの思い通りにはさせないぞ。では
これより試合を始める。行くぞ。はい。でも。してるんです。思い知るがいい。格の違いを。撃った。プレイだって言うのか。なんか怖いです。今まで戦ってきたシードとも違います。確かに全く次元が違う。じゃあどうすれば。キャプテン。分かっている。これ以上好きにはさせない。しかし奴らのスピードとボールコントロールは波じゃない。こっちが技を出す暇もなかったぞ。ほう、面白い。技を出す暇があったら止められるとでも言いたいのか。そんなお粗末なサッカーじゃ無理だ。絶対にボールをつなぐんだ。さあ止めてみろ。なめるな。あんた今いつ？うわぁ！うわぁ！まずい！頭に来るぜよ。さっきからプレイしてるのはほとんどあいつだけぜよ。自分一人でも俺たちを圧倒できる、そうアピールしているんだ。技というのはこうするんだ。フェンスオブガン。サンド先輩。終わった。
乾杯なんて。剣、これがあいつらの作家。こんなことが。デマ、格の違いを感じてもらえたかな。全員ゴッドエデンへ運べ。はっ。残念でしたね。奴らを取り逃がすことになるとは。いや、狙い通りだよ。え？究極を生み出すためにはその力を引き出す存在が必要だ。究極のチームゼロ、我々の悲願がようやく達成されるわけですな。これが成功すれば、聖帝石戸修司様は我々を認めてくださるだろう。それにしても、あの松風天馬という少年に我々が求める力が眠っているのでしょうか。これってどうやら誰かに助けられたらしいな。剣、なんだここは。どういうことだ。さっきまで俺たちはアンリミテッドシャイニングと戦っていて。そうだ、あの時。遠藤監督がいた。え？まさか。監督が？呼んだか。やあ、みんな気がついたみたいだな。すごい。紹介しよう。風丸。よ。吹雪。久しぶり。壁山。ウィス。工藤。どうも。みんな俺と一緒にこの島を調査している仲間だ。すごすぎます。皆様ジャパンの皆さんとお会いできるなんて。後輩思いだからな、俺たち。できればもう少し華やかな場所で会いたかったけどね。ま、こういうのもいいじゃねえか。ライモンの後輩たち可愛いっす。プロリーグだよな、風丸さんとか。サインとかありですかね。やめとけ。松風天馬と言います。はい、僕もいいですか。1年フォワード影山ひかんです。影山といえば、どうしてもあのイメージが出てきてしまうっす。はい、皆さんご存知の影山礼二は僕の叔父です。叔父が皆さんに、いえ、サッカー界に多大なるご迷惑をおかけしたことは知っていました。でも叔父はサッカーを愛していた人だとも聞きました。だからこそ僕もサッカーをやりたいと思ったんです。運命のいたずらっすね。こうして皆さんとプレイできることにもとても縁を感じます。きっと叔父も喜んでいると思います。そうだな、頑張れよ影山。はい、よろしくお願いします。遠藤監督、ここに来た理由を俺たちに教えてください。そうですよ、調査ってどういうことですか。わけも話さずチームを離れることになってしまってすまなかった。実は白連中との試合の後、ある事実を知ってしまったんだ。遠藤君、それは僕から話そう。
僕はこの島に少年たちを閉じ込め、シードを生み出すための恐ろしい特訓を行っている施設があることを掴んだんだ。そのことをライモンとハクレンの試合の時に遠藤君に伝えた。俺たちの調査によると、シードはフィフスセクターが運営するいくつかの特訓施設によって生み出されている。その中に高い能力を持つプレイヤーだけを集めた最高ランクの特訓施設が存在する。それが究極のプレイヤーを生む島、ゴッドエデンだ。問題はそのやり方だ。この島では少年たちを閉じ込めて無理やり特訓をさせている可能性がある。それが本当なら大問題ですよ。そう、その通りっす。遠藤監督、これからどうするんですか？もちろん俺たちはここで特訓を受けている少年たちを解放してフィフスセクターの陰謀を暴く。デンマたち、大丈夫でしょうか？あいつらの心配もいいけど、こっちだって大ピンチだろ。ここから出られないんじゃ何もわからないわ。おそらくここはフィフスセクターの施設内だ。なんとか脱出して情報をつかまなければ。あんたのんきだね。ちょっとした記録。はあ、デンマ、機動監督、葵たちどうしてるかな？大丈夫だ、絶対助け出す。遠藤監督、フィフスセクターはもう一度必ず挑んでくるはずだ。救出のチャンスはその時だと俺は睨んでいる。あいつらともう一度戦うんですね。あんな奴らに俺たち勝てるんでしょうか？天魔、勝てると信じなければ勝てないぞ。はい。懐かしいな。昔はよくこうして星を見ながらチームの仲間と語り合ったもんだ。俺もいつか遠藤監督みたいにみんなに信頼されるプレイヤーになりたいです。なれるさ、お前なら。せーの、それ負けないぞ。セクターだ。エンドを守るとライモンの愚かなる少年たちに告ぐ。3日後、お前たちライモンと我々フィフスセクター公認チームによるスペシャルマッチを行う。場所は島の中央にある我々の施設、ゴッドエデンスタジアムだ。エンド監督が睨んだ通りだ。こちらには人質がいる。お前たちはこの試合を拒むことはできない。では。卑怯な。みんな聞いてくれ。奴らが試合で挑んでくるというのなら、俺たちはそれを迎え撃つ。迎え撃つったって。監督、賞賛はあるんですか？忘れたのか。俺たちは今までどんな困難も乗り越えてきた。これからも今までと同じ勝利を目指して戦う。それだけだ。今日からこの島で大特訓、行くぞ！進めておりますプロジェクトゼロの完成が近づいてまいりました。遠藤が現れたというのは本当か？はっ。しかしながらご安心ください。計画まであと3日、ついに究極のチームゼロが誕生いたします。ライモンの奴らにはゼロの最初の餌食になってもらいます。楽しめそうだな。
流もとっくに使えそうだね。そうだな。あれ、これってねえ、これ見て。変なポーズ。これってお地蔵様かな。剣、見たことある？そいつはこの島を守る神様だと言われている。神様か。この島には古くからサッカーに似た球を蹴り合う競技が伝えられていたらしい。じゃあこの球はサッカーボールってことかな。サッカーの神様ってことかもね。剣、誰だ。へえ、少しはやるじゃないか。いきなり危ないじゃないか。どうしたんだ。あ、キャプテン。実はさ、この島に来てからずっと見ていたんだ。君たちがボロボロにされて負けちゃったのね。許せないんだよな、あの程度の実力でサッカープレイヤーぶっているの。あの程度だと。ここは僕たちエンシャントダークの森だ。よそ者は出て行ってもらう。待って、君たちの森なら頼みたいことがあるんだ。ここで俺たち特訓したいんだ。特訓ね。俺たちは仲間を助けるためにあるサッカーチームに勝たなきゃならないんだ。あんな甘いサッカーで。分かった、もしサッカーで僕たちに勝つことができたなら認めてあげるよ。キャプテン。いいだろ、やってやる。行くよ。オッケー。なんだ、あいつらやる気あるのか。プレッシャーをかけるぞ。なかなかやるね。やうわっ、今のデンナ、キャプテン。オッケー。何、まただ。オリンポスハーモニー。なんだと。完全に読まれている。やっと気づき始めたようだな、やつら。そう、あの二人をいとも簡単に俺たちが遊ばれているというのか。エンシャントダークは相手の動きを見切り力を奪うことを得意とする。いわばマイナスの力を持つチーム。ディフェンス、この辺でいいだろう。あ、終わらせよう。
さっきの小さいのは大丈夫か？はい、大丈夫です。おお、本物のヤギだ。なんだあいつら。びっくりさせてごめんね。群れからはぐれたのかな。まだ子供じゃないか。やれやれだな。もうこっちに来ちゃダメだよ。さあ再開しよう。いや、試合は終わりだ。おいシュー、こいつら僕に任せてよ。お前がそう言うなら。あれ、帰っちゃいますよ。変な奴らぜよ。どうしたんだ。何かあったのか。聞いてくれ。ここの森は君たちの自由に使っていいことにする。なんで急に。君たちがこの島で強くなりたいなら手伝うよ。でも言ってることさっきと違いすぎるよ。そう、君たち面白いからさ。特に君。俺が。うん、面白い。僕の名前はシュウ。よろしくね。俺は松風天馬。よろしく。みんな、今からこの島で特訓をする。この島の自然の中にレベルアップのヒントが必ずある。しっかりやってくれ。はい、はい。僕はこの島で育ったんだ。だから島の地形のことはよく知ってる。今やったみたいにここの自然と遊んでいればきっと君たちもできるようになるよ。それ本当か。どうして君がそこまで。そうならすごいよ。やってみたい。じゃあ僕も。よし、絶対できるようになってやる。うわ、高っ。テンマ、落ち着いて岩の形を見極めればてっぺんまでたどり着けるよ。よし、必ず登り切ってやる。飛び出した葉はディフェンダーだと思え。どう走れば突破できるかを見切るんだ。こんな不安定な柱で一瞬でルートを見切れってことか。こうなったら行くしかねえ。ダメだ、全然無理。落ち着いて止めんだ。よし、何度でもチャレンジするんだ。俺たちの頃のライモンイレブンも過酷な特訓を超えて強くなっていった。よし、次は俺行きます。変化するスピードに目を鳴らすんだ。怖くない、怖くない。いや、これは…やれやれ、油断してると自然はすぐ牙を剥くぞ。サンドボードですか。どんな状況でも安定したボディバランスをつける特訓だよ。よし、やるぜよ。はい。よっ。こりゃ手強いぜよ。そっ。なかなか難しい特訓だろ。だからこそやる価値がある。大丈夫か。ハードです。だろうな。お前らあれぐらいでへばってんのか。この島に慣れてないだけですよ。さあさあ、まだおかわりあるっすよ。探し求める日々、グラウンドの上、そこに残る君の足跡。明日が来て全て
跡はない。それでも一つ確かなことは、夢の塊、暗闇突き破って、目に見えないこの想いを信じているなら、行け夢の塊、心の この島から出たことないの？まあね。チームのみんなもそう？よく知らない。仲間なのに？ちょっと前に知り合ってチームに入れてもらった。シューってさ、本当にサッカー上手いよね。小さい頃から蹴ってたからかな。この島には昔からサッカーによく似た競技があったんだ。うん、その話聞いてるよ。あのお地蔵さんってサッカーの神様なんだよね。神様は言い過ぎだけど、ここでは昔から大切なことはみんなこいつで決めていた。サッカーが人の価値を決めていたんだ。あのヤギ、こないだの子かな。テンマはどうしてあの時助けたの？どうしてってうまく言えないけど、とっさに何とかしなきゃって思ってやっぱり君面白い。そうかな。君があの時代にいたら変わってたのかもしれない。何のこと？この島には君たちの世界とは違う風習があったんだ。ある干ばつの年、村を救うために神への生贄を誰にするかこいつで決めることになった。負けた方に属する少女を生贄とする、それがルールだった。片方の少女には兄がいた。彼はどうしても妹を守りたかった。だから対戦相手に自分に有利な戦いをすることを約束させたんだ。こっそりお礼を渡してね。彼は勝負をお金で買ったんだよ。でもそれは村の人にバレてしまった。妹はどうなったの？生贄にされた。彼は自分の妹を守ることができなかったんだ。勝てると確信できる力と戦う勇気さえあればあんなことはしなかっただろうに。なんだか今のサッカー界みたいだ。この島は呪われているのかもしれない。サッカーにね。シュウ、サッカーは人を呪ったりしないよ。するさ。いや、もう手遅れなんだ。シュウ、サッカーが強くないと大切なものも守れない。だから強いことこそが重要なんだ。そうなのかな。俺思ったんだ。さっきシュウが言っていた村の人たちも楽しいサッカーがやれるとよかったのにって。強くなければ価値がないんだ。いよいよ明日だ。みんな気を抜かないで行こう。はい。どうしたの？うん、今日はシュウがいないんだなって思ってさ。そういえば見ないな。よし、やるぞ。Thank you.
さん。軟弱なチームに入っているか。お前も変わったな、白龍。何しに来た。少し話をしたくてな。昔のお前は誰にも心を開かない一匹狼だった。それが今では仲間とつるんで仲良し小良しか。そんなことでは究極の存在を目指してきたこの俺には遠く及ばないだろう。明日も楽しみ。お前を潰せるからな。何？神道たちと合流するぞ。はいよ。さっさと立ち上がれ、だらしない。どうした？決心を出すのだ。出さねば命を落とすぞ。それとも脱落者となりたいのか。いや、絶対にやり遂げてみせます。そして究極のチームに入ってみせます。こんなことまでして見てられないぜ。遠藤が調べようとしていたのはこのことなのか。外に出られるぞ。急げ。待て。くそ、ダメ、間に合わないわ。アカネ、戻ったら捕まるぞ。呼ばれるな。そいつを起こせ。アカネさん。おなに？アオイちゃん、なんてことだ。兄さん、ソラノは必ず助け出す。いよいよです。ああ、この先が奴らの指定した場所ですね。敵のチーム、アンリミテッドシャイニングとか言ってたよな。あいつらの強さは半端じゃありません。特訓の成果でどれだけ戦えるようになっているのか。いつも通りだ。いつも通りプレイすればいい。これがゴッドエデン。これはさしずめ地獄の門ってとこか。僕たちは招待されてないけど。みんな、トイレは大丈夫っすか。そう言ってるお前はどうなんだ。あれは何なんだ。空気がよどんでいます。ここを無事に出られる者はごくわずかだと聞いたことがある。フィフスセクターはこんなひどい環境で戦士を鍛えているというのか。ゴッドエデンへ。君たちにとってはスタジアム全員が敵といったところですね。全員が敵。改めて言うが、この試合で君たちが負けた場合、シードになるための教育を。何度言われても俺たちの答えは決まっている。拒否することなどできん。そしてお前たちは勝たない限りここから出ることもかなわないのだ。いでよ、究極の戦士たち。
ことだ。前のチームと何か違いますよ。シュウ、彼だけじゃない、他のメンバーも混じっている。なんで、なんでシュウがあいつらと。洗脳されちまってるのかもよ。誤解のないように言っておくけど、僕は自分の意思でこのチームに参加している。シュウ、どうしてなんだよ。究極の力を求める我々の計画、プロジェクトゼロについて話してやろう。アンリミテッドシャイニングとエンシャントダーク、2つのチームは別々に特訓を行ってきた。君たちが森でエンシャントダークと戦ったのも計画の一部だったのだよ。光と影、正と道、プラスとマイナス、この2つが融合したとき、究極のチームゼロが誕生する。俺がついていながら、今はライモンの戦いを見届けよう。この天魔たちの一戦にサッカーの未来がかかっている、そう思うんだ。さあ始めるぞ、プロジェクトゼロ最後の仕上げを。はい、はい、今度この前のようにはいかないぞ。思い知らせてやるぞ。常に頂点を目指して歩み続けてきた俺たちの力を。天魔、サッカーは人の価値を決める道具でしかない。力がなければ大切なものすら守ることができないんだ。強くなければ価値がないんだ。君は守ることができるのか、君の大切なものを。俺たちはどんなことがあっても勝って仲間とサッカーを取り戻す。この戦いで全てはっきりさせる。ついに始まります、ライオン中隊究極チームゼロの戦い。実況担当はフィフスセクター専属伊合学がお送りいたします。さあキックオフです。じゃあ行くぜよ。テンマ行こう。速い、ハクリューがボールをゲット。そして素早いパパージ。ゼロはパスでライバルを翻弄している。なんて速さだ。これが究極ってやつか。なんとこんな相手に勝てるの。みんな行くぞ。あ、神のタクト、そこだ。シュ、神のタクトだ。行かせないぞ。決まった。始まって3分、先制点はゼロだ。予想以上に強い。そんな、あんなに特訓したのに。再びライボンボールからのキック。行くぞ。走者マエストロ。ここは化身のパワーでディフェンスを突破する。白龍、ああ、そろそろ始める。見るがいい、これが究極の化身。聖獣シャイニングドラゴン出た。白龍究極の力を持つ化身、シャイニングドラゴンだ。究極の化身、でかい、決めてみせる。キャプテン、なんて威力だ。白龍ボールを奪い、なおも突進だ。
ライオンの守りをもろともせず、激走するシャイニングドラゴンを誰も止めることはできない。剣、出てこい先生、アンスロット。究極の力。その通り。お前らごときに勝てるわけがない。てめえ、ツル、聞いてくれ。こうなったら俺たち3体の決心で奴を抑え込む。そうか、3体同時ならいけるかもしれませんね。突破口はそれしかないな。やっと、キックオフサムソン、ボールはゼロに。そして再びシャイニングドラゴンだ。よし、抑え込んだぞ。そう思うか。敵兵ライト、聖兵ポン、万人の塔ルーク、魔最強ビショップ。そんな決心が五体とは決心だらけだ。ダメだ、ボールを奪うどころじゃない。そうさ、天魔、君たちはまだまだ化身を使いこなせていないのさ。思い知れ、化身を自由自在に操れる俺たちの力を。クラウガイ、ホワイトブレス、セーくらったら三国が持たないと。特訓が無駄じゃないってことを証明する。分かってな、ビーバー。アンリナッチジニーペン、ミスコアンダーズネット。エッサムガイア、キャプテン剣。ライモンかろうじてゴールを守った。得点は0対2のまま。しかしライモン、その代償は大きい。すまん、2人ともよく止めてくれた。三国さん、大丈夫ですか。どうした。それで全力か。そろそろプレッシャーをかけるか。お前たちの本当の力を見せてみろ。何、どういうことだ。分からないのか。実験だよ。人は追い詰められると実力以上の力を発揮する。俺たちは実験台じゃないぞ。実験台さ、俺たちの究極を完成させるためのだ。みんな、この程度か。くそ、ひどい。さあ、もっと本気を出せよ。監督、このままじゃ俺たちに勝ち目はありません。確かに
奴らの力はすごい。だが、チャンスはある。なぜならお前たちは、まだ特訓の成果を出していない。でも、俺たち全力で戦っています。本当にそう思うか。特訓の成果。ライモンか。後半はもう少しマシな戦いになるといいがな。天馬、この戦いで君も気づくはずだよ。サッカーは君が思っているほど楽しいものじゃないんだ。後半スタート早々、シャイニングドラゴンが発動された。序盤から俺たちを潰すつもりか。マジペガサス。テンマ、俺が止めます。もう諦めた方がいい。君の力ではどうすることもできない。だからって逃げられない。特訓の成果が出てないってどういうことですか。この島で過ごした時間を思い出せ。自然は教えてくれたはずだ。どんな困難でも立ち向かうことをやめなければ乗り越えられるってことを。あの白い竜を超えるにはさらに高く舞い上がる。天まで届け。新たな決心を生み出した。何？いやいや、これが特訓の成果なんですね。一斉天命そさかし。やった。奏者マエストロ。見えた。なんと化身シュートからのシュートチェイの成果をしっかり力に変えたね。あ、さすがっす。やるね、デンマ。さすがだよ。想像以上に進化して。あの特訓でライモン監督はここまでのパワーアップを見越していたのか。少しはやるようだな。ん？そろそろではないか。はっ、設定。余興は十分に楽しませてもらった。終わりにするぞ。仕上げに入る。おおっと、チームゼロ、ホイッスル前から化身を出現させた。化身を使える時間は限られている。ここは何としても抑え込むんだ。それが分かっていたところでどうにもならないんだよ。ならば連携して迎え撃つ。またもや5対3の化身がぶつかり合うのか。これは前半同様の展開。どうした？ライモンディフェンダーキリドが飛び出した。ディフェンス、シートたちをサポートする。サポートって俺たちにしかできないことがある。リップピッチャー、アンダーズッリンネのライトがキリド、カリアの必殺技に分断された。なんだと。今今度は聖堂のボーンが捕まった。バカな、すまな、みんなこれで対等です。いける。何やって。ライモンがボールを奪った。そして影山、錦がゴール前で上がる。影山やっ。武神、武蔵、
かし化身を使うと体力をやったら消耗するぜよ。俺たちと渡り合うとはな。白龍、選手交代だ。ここは巨漢である我々が手本を見せるとしよう。これは、おっとゼロ、総勢6人の選手が入れ替わります。バカな。シュ、本当にこれでいいの？これが君の求めるサッカーなの？そんなことが許されるわけがない。あなた方は立場を理解すべきではないか。なんてやつだ。今は認めるしかない。さあ始めるぞ。教育をな。ひるまずに行くぞ。ガリャー。やめろ！シンスケ！こんなのサッカーじゃない！当たり前だ。これは教育だからね。決めろ、シュー！今までは、テンマたちが見てられないっす。お前ら分かってねえな。俺たちがジタバタしても始まんねえだろ。これはテンマたちの試合だ。エンド、こんなの絶対許せない。サッカーが、サッカーが泣いてるよ。こんなのサッカーじゃないって、泣いてるよ。じいちゃん、天国で見てるか。お前は監督になるんだ。監督はキャプテンとは違う。プレーでチームを引っ張るのではない。監督の力はここだ。じいちゃんは監督にとって何よりも大切なことを教えてくれた。自分を死んだことにして俺たちを危険から守ってくれたんだ。監督として一番大切なこと、それは何があってもチームを守ることなんだ。まさか。エンド、お前。やれやれ、これだからサッカーバカは困るぜ。付き合うぜ、キャプテン。フード、俺もその心意気、乗ったぜ。僕もだ。俺も乗ったっす。一旦俺たちに預からせてくれ。キャプテン、みんな大丈夫かい？すみません。ここは任せとけ。少し休むっす。お互い6人の選手交代だ。認めてもらうぞ。テンマ、ダイモンの力見せてやろうぜ。はい。急転直下の展開の中、試合再開です。さあみんな、サッカーやろうぜ！タイムない。こんな古臭い技に完全進化したザ・ウォーレって、プロリーグの意地を見せるって。ああ、行かせん。ジェプラチュタブキ、引きやれろ。エターナルブリッザード！キドウ君、シュートチェンジだ！ホーテーペンギン！イゴー！これだ！なんて息の合った連携だ！すごい！あれが伝説の皇帝ペンギン2号。
ラビティポイント。何？ライモン果敢に攻めるもゴールを大きく外した。葵危ないっす。まさか奴らわざとシュートを外して。守ったぜ先輩。お前たちごときが我々の力を超えられるものか。これはマギンザハンド。いや違う、ゴッドハンド。これが伝説の技ゴッドハンドの進化系か。まだまだ俺が止める。キリナ、一人で守ろうと思ったらダメだ。守りにチームと一つになるんだ。わかりました。シスケ、シロ、勝負の行方を気にしすぎてはいけない。お前が見るべきはチーム全体の流れだ。はい。今の状態で最もベストなルート。そのボール没収する。そこだ。よし、シスケ君、硬くなっちゃダメって。みんなの声も、時には敵の声も聞いてベストのプレーをするっす。はい。敵のディフェンスは完璧な位置取りだ。どうすれば。そうだ、テンマならこのプレーについてこれる。このディフェンスを突破するには風を感じるんだ。君ならこのフィールドを誰よりも軽やかに吹き抜けることができるよ。はい。守れ剣。剣、よく聞け。時としてお互いに頼り、頼られるのが仲間だ。まあ、言われなくてもお前は分かってると思うがな。そんなことは。剣、キャプテン、ちょっと手を貸してもらえますよ。ああ、ジョーカー、レインズ、デーイ、グラビティポイント。チームゼロ、まさかの同点ゴールで追いつかれてしまった。遠藤監督、ライモンのサッカーは天馬くんたちにしっかり受け継がれてます。そして天馬くん、遠藤さんたちから受け取った思いを思いっきりプレーにぶつけるのよ。あなたたちの信じるサッカーに。ここからはお前たちの戦いだ。お前たちは俺たちの魂を受け継いだライモンイレブンなんだ。はい。こんなことが。はい。もういい。は、いや。下がれと言っている。選手交代。白龍よ、万が一負ければお前たちは存在する価値がないのだ。分かっているな。さあ、各チームスターティングメンバーに戻ってゼロからのキックオフ。キッ、白龍、存在する価値がないだと。俺たちは究極なんだ。早い、マジンペガサスアーク。おマスカサの厳しい鉄球に悪霊たまらず撃っとった。すごいな、先輩。これは先輩、チスケ、ぶっ飛びジャンプ。先輩、シュートチェリーだ。あシュート、完璧に化身を使いこなしてやがる。やった、テンマ、しやった、やったな。よし、ライモンが土壇場で逆転。ゼロがライモンに勝ち越されてしまった。少し焦っちゃったね。俺たちは血の滲むような思いで
究極になることを目指してきた。ライモンは僕らが思っていたよりも強かった。それだけのことだよ。確かにあいつらは強い。しかし俺は誰よりも優れた人間になると誓ったんだ。ここで負けるわけにはいかない。白龍、力を解放しようか。そうだ、この勝負は俺たちの戦いだ。俺たちの本当の力によって勝たなければ意味がないのだ。化身に全てパワーを集中させる気だ。イケシュ暗黒神ダークエクサだ。何、あれがシューの、うん、まずい。これはチャンス。シューが単独で化身と共にライモンガールに迫る。貸せない。ランスロットが一撃で、はっ、化身を出せるのはあと1回ぐらいか。キャプテン、しかし状況はゼロも同じはずだ。さあ後半戦も残りわずか。ここからは両チームとも気力を振り絞ったゾア力さんだ。ハクリュウ、やはりディフェンス止めろ。もうゼロは化身を出せない。任せろ。果たしてそうか。これはどうして化身を使える時間は限られているはずだ。何か様子が変ぜよ。これは化身の力を半永久的に持続することができる化身ドローイングだ。そんな、やつらこんなことまで。これだけではない。私の化身の新たな力、聖騎士アーサーだ。戻れ、全員でゴールを守るんだ。ゾーダンエクスカリバー。ゴールゼロ逆転。これで勝負あったか。聖騎士アーサー強い。セルギ、どうだ、思い知ったか。天魔、これでもまだ戦うの。まだやれる。俺は絶対諦めない。勝利の女神は諦めない奴が好きなんだ。試合終了が刻一刻と迫ってくる中、すでにライモンは立っているのがやっとだ。なんだと、やれるのか俺たちに。やりましょう。俺が合図すると同時に化身を出してください。面白い。かけてみるか。いきます。ここで潰す。キャプテン、化身よ、一つになれ。シューたちが並列つなぎで合体したなら、こっちは直列つなぎだ。マフィン、信じられない。ライオンの化身も合体してしまった。行け天魔。天魔たちの諦めない心が一つの大きな力になったんだ。行くぞ。はい。勝ったのは人の価値を決めるものじゃない。俺たちに元気をくれたり支えてくれたりする絶対に楽しいものなんだ。違う、だったら取り戻す。シューたちのサッカーを取り戻す。
サッカーを取り戻すんだ！まずサーベントゴール！なんと新たなる化身グリフォンによってシュートが決まってしまった！なぜだ、究極である俺たちがなぜライモンごときに。白龍、究極の力を得るためだけにやってきたお前たちには本当の力が何なのかを知ることはできない。どういうことだ。サッカーは強さを求めるためだけのものじゃない。絆や勇気が大切だって気づくことができる。それがサッカーの素晴らしさなんだ。くだらん、俺は認めないぞ。白龍、俺はこの島を離れてからずっとお前に伝えたいことがあった。ここでの特訓は想像以上に厳しいものだった。しかし短い間だったが、お前とライバルとして競い合えたからこそ今の俺があるのだと。お前とのサッカー本当に楽しかったぜ、剣。白龍、僕たちが心の奥で本当に求めているサッカーって何だったんだろうね。シュ、この気持ちずっと忘れていた気が。アクリュ、楽しもっか僕たちのサッカーを。そうだな。やってくれるのかお前たち。ただ勝ちたいんだ、本当のサッカーで。今この瞬間を楽しんで俺たちのサッカーをやろう。心の底から楽しんで天馬の死に勝とう。いいよね、見たいんだサッカーが笑っているの。最後まで全力でいくぞ。
どういうことだ。スタジアムが俺たちの勝負を称えている。きっとサッカーも喜んでたはずだよ。こんなにいい試合ができて。エンマ、ごめんね。僕、サッカーは人の価値を測るものだって思い込んでいた。でも君に出会ってそうじゃないって気づけたよ。サッカーは楽しいんだって。俺の方こそシューたちに会えたから強くなれたんだ。ありがとう。これ、知り合えた証だ。楽しかったよ、テンマ。こちらこそ。確かに、いい試合だ。これからどうする？また一からサッカーをやるだけだ。最高のライバルであるお前を超えるためにある。引き分けたけど気持ちいいな。得点で勝つこと以上に価値ある勝利ってところだな。同点だけど勝利か。申し訳ありません。しかしまだ同点です。必ずゼロを鍛え直して。次はない。わかるか木場山、このスタジアムで何が起こったのか。私たちは見てしまったのだ。革命を。ありがとう、アクリ。いや、それは俺のセリフだ。俺たちは究極の存在になるという目的でつながっているだけだった。しかし今は大丈夫。みんな分かってるから。遠藤監督はこれからどうするんですか？俺たちはこの島でもう少しシードのことを調べるつもりだ。一緒に帰れなくて残念です。俺たち絶対勝ち続けて待ってますから。ああ、みんなありがとな。それまでの間しっかり頼んだぞ。はい、はい。でも君とサッカーできて楽しかった。何を今さら。分かりきったことを。サッカー、ありがとう。人間の限界を超え進化を遂げた子供たち、セカンドステージチルドレン。その潜在能力を持つ者たちがすでにこの世界に誕生し始めているという。潜在能力を持つ者、それを発見するのがこの施設の本当の目的であり、謎の支援者 X からのオーダーです。石戸さん、くれぐれも聖帝としてフィフスセクターの名を汚さぬように。わかりました。今日の格言、君たちは俺たちの魂を受け継いだライモンイレブンなんだ。